皆さん、こんにちは。私はフェロティクホリディンズの社長、兼経営最高責任者、CEO、がと申します。皆さん、今日お忙しい中、フェロティクの決算説明会をご参加していただき、誠にありがとうございました。これから私の方から、フェロティク2023年3月期の第2クォーターの 状況をご説明させていただきますもう今年あと1ヶ月ぐらいもう2022年終わりますのでただフェロテックの時期としてまだ第2期終わったばっかりということで第2期クォーターのことをご説明させていただきます今年は皆さんご存知のように前半8月ぐらいまでは まだ全世界半導体の状況はものすごくまだ意気揚があるとどんどん成長していくということを皆さんはご存じておりますただ9月入ってからアメリカと中国の貿易の摩擦が起きてそれで状況をちょっと少しずつ変わってきましたとただ全体的にはそんなに変わることはありませんとまあわが社も 1> 第1クォーター第2クォーター大体全部予定通りに進んできました特に我々の利益の方がもちろん為替益のところをかなり出てきましたので利益はあの上乗せがかなり出てきたとそれでまあ我々のメインのビジネスご存じのようにセグメントはコーツセラミックスシリコンパーツ クリーニング、ウェーファー関係というビジネスをやってきましたとそれで、まあ、それは半導体セグメントとして半導体関連の材料関係装置関係セサービス関係それとあとは電子デバイスのサーモンモジュールパワーデバイスそれもかなり成長堅調してきたと。 かなりいろいろ事業をどんどん拡大してきたということになりましたそれで我々も中国とアメリカ抹殺あっても我々はそのまま成長してきたとじゃあ2023年3月期我が社の業績どうなります今のところ見た限りは順調に推移いけるというふうにと思ってます2023年3月期 売上高2000 240億円円純利益億円でございますじゃあこれから我々の中長期のところは変わりあるですかということを皆さんが必ず聞かれるというふうにと思ってますただ今のところ見た限りは中長期でも我々が発表した通りにいけるという自信が持っております要は2024年の3月期我が社は 売上200 2300億円ということになります。利益営業利益の方が400億になりますということを我々は自信が持ってやっていけるというふうにと思ってます。今年入ってから私日本で皆さんに発表したのは我々の元々生産協定 中国はほとんど集中しているというところまでやってきたとただ私はもうこれから我々は日本に会計しますと日本でも我々の生産拠点拡大あるいは新設しますということも考えておりますそれで日本の中には我々の石川工場第2期も竣工しました。 これから第3期もやるという予定も入っております。岡山我々の工場の拡大ということも順調に進んでおります。それで新設の方が我々は熊本工場一応来年第1クォーターあるいは遅くても第2クォーターの初めぐらいは我々は工場は作ります。それとまた我々はメタル関係の方も日本の中にも一応生産協定もっと拡大し それで我々は日本側のメタル関係のビジネスは取り込むというふうにと思ってますそれで8月我が社もマレーシアクーリングで我々新しい工場の着工式も行いましたそれでまあ大体来年の11月ぐらいは一応完成する予定しておりますその工場を完成したら ままずメタル関係のビジネスを行いますそれで2つ目は石英3つ目はセラミックスそれでこのマレーシアの工場できたら我々アメリカの装置メーカー日本の装置メーカーあるいはデバイスメーカーに我々どんどんいろいろ OEM あるいは我々のパーツ供給もできるようになっていきますというふうにと思ってます。だから 我々も今のところよく考えているのは中国だけ生産拠点は集中するだけじゃなくて我々海外の方も我々はこれからの3年間以内ではどんどん進出していきたいというふうにと思っています。それで我々は中国の中にもこの1年間で我々も、えー、と3つの工場が竣工はする予定になっております。 えとまず一つ定山工場第二期それもすでに一応竣工はしておりますそれでもう一つ李水の,のエピ工場これも一応今月いっぱいでは竣工しますとそれと3番目はフェロティク中国の本社ビール我々も今年の12月竣工する予定入っておりますそれでまた我々は新しい工場もまたあの作り始まったと。 それを新しい工場は第三乗山工場の第三期第三期の工場はやることに関しては CBDSIC セラミックスシリコンパーツこの3つのビジネスは集中的にやっておりますそれともう一つは我々えっ、ー、と内四川省の内舎の中に我々パワーデバイスの DCB AMB あるるいいはは材料関係はやるととうことを行う予定入っておりますそれも7月ごろ我々が着工式行いましたそれで来年のあ,あくまでも定山工場リース内ちゃん工場来年の5月ぐらいは竣工する予定入っておりますそれはやったできたらかなり我々の,あの生産キャパはどんどん増えていけるというふうにと思ってますそれと 我々も、えー、とこの仕事をいろいろやりながら株主の配当成功もあの大事にしておりますそれで我々は株主の成功はこれからあの今年は70円から100円まで増やしていくということになりますのでそれでもちろん我々は20%の,あの配当成功の,あの比率はあのずっと意識しております。それとまあ我々も今後 えと海外中国も一緒にあのいろいろ生産協定も作りながらもっと会社の方もあの成長していきたいというふうにと思ってますのでそれと我々またあの皆さん結構あの注目されているのは我々の IPO 関係のこと今どうなってるか IPO の方は既に一社パーツクリーニングの会社一応成功しました。もう今今のところはは年12月ぐらいは 検討にあの我々はあの上場させるというふうにと思っています。それとあとの3社はもう1社 CCMC は一応一緒申請はもう出しております。だから我々もこれからあの資本の市場の中に入っていろいろ資金の調達の多様化をやっていきたいと。2030年度我が社の売上高5000億営業利益500億でございます。 それとあとは我々の M&A の方も我々第2クォーターの時はえと2つの会社をあの一応サカに入っております1つは東洋刃物一応我々の100%の子会社になりましたもう上場も廃止してそれでもう1社は大泉会社は我々は51%の大株主になってそれでこの2社と一緒に共に 発展していきたいとだから我々の全体のグループの方がもう今年もあの期待ができるともう来年再来年もっといろいろ成長していけるというふうにと思ってますのでぜひとも皆さん引き続きご支援ご指導お願いいたします財務経理企画担当の武田です2023年3月期第2四半決算についてご説明いたします 売上高975億円、前年同期比プラス63%、営業利益は171億円、前年同期比プラス59%の増加、当期純利益は160億円、前年同期比マイナス7%の減少です。前年同期比の実額でご説明いたします。営業利益が64億円増加し、 加えて営業外収益が今期の為替再起を主因とししてて51億円増加しています。一方特別利益が前年同期においてウェア事業会社株式の持分変動利益93億円という特殊要因があったことから85億円減少しまた法人税等が26億円増加したこと等により 当期純利益は13億円の減少となりましたセグメント別の概況です売上高は半導体等装置関連が63%電子デバイスが89%の増収営業利益は半導体等装置関連が65%電子デバイスが75%の増益です 次に製品別の売上高についてご説明いたします。半導体と装置関連セグメントです真空シール金属加工では半導体装置メーカーからの受託加工事業を錠山工場において積極的に拡大し前年同期比113%の大幅増加石英シリコンパーツセラミックス CVDSIC の半導体マテリアルは いずれも38%以上の増加ですが特にシリコンパーツは236%の大幅増加です電子デバイスセグメントではサーモモジュールが前年同期比37%増加パワー半導体基板は積極的な増産投資の効果により137%の大幅増加特に自動車 EV 向けの AMB 基盤の認定・販売が増加し貢献しております続いて連結貸借対照表です現預金が前期末費312億円増加していますがこれは中国子会社の第三者割当増資が主な要因であり今後投資に充当されていく予定です売上債金は165億円 金卸資産は億円、上増増により増加しています。固定資産は半導体等装置関連電子デバイスとも積極投資を進めており億円増加しています。純資産の分については前期末比641億円の大幅増加これは当期純利益160億円に加えて中国子会社の第三者割当同士 及び大泉製作所の連結子会社化により資本常用金が110億円非支配株主持分が198億円増加したことが主因です有利子負債は191億円増加の567億円となっていますが自己資本が1753億円の水準であり DE 比率0.32 自己資本比率47.3%と相応の水準にあります。続いて、2023年3月期の業績予想についてご説明いたします。通期業績予想は、売上高2000億円、営業利益340億円、当期純利益は240億円の予想です。セグメント別の売上高は、 半導体等装置関連が前期比55%の増加予想、特にシリコンパーツは108%の増加、電子デバイスセグメントは96%の増加、特にパワー半導体基板は146%と成長が続きます。財務全般につきまして、2022年3月期から2024年3月期までと。 中期経営計画における投資計画1800億円は現状不変です。増産投資に加え、マレーシア新工場の設立に着手、日本における M&A 等を積極的に進めています。投資資金の調達の考え方も基礎計画時点から不変です。株主還元につきましても、 持続的な収益増強により株主還元を増加させていく基本方針であり配当の決定に際して配当成功20%を意識して財務投資機会等とのバランスを考慮して判断するとの方針は不変であり一株当たり配当金は中間配当50円とし期末配当50円年間100円の予定といたしましたが このの方針にのっ,とって判断したものですなお配当水準の決定に際しては利益のうち持ち分変動利益等のキャッシュインを伴わない一時的な利益を控除した利益水準も考慮して判断する考えであることを補足させていただきます。当社はここ数年間の積極的な増産投資等が走行し売上利益が成長しております。 今後も積極的な成長投資を継続する方針であり足元での半導体マーケットの動向を注視しつつ財務運営においては当期純利益を重視し投資が利益に結実するよう投資リターンの管理を推進し当社事業のさらなる成長および企業価値の向上に努めてまいります。